はい、電波チャンネルの電波と申します。電波チャラジオ、撮っていこうと思うんですけど、まあ、言うてもね、まあ、今回ね、全くね、ベイプと関係ない話をしようと思ってるんですよ。っていうのも、最近なんかパワープロ2020の、PV を見たんですよ。パワープロ、実況パワフルプロ野球っていうね、結構昔からある、プロ野球ゲーム、野球ゲームですか。なんですけど、そこにね、おなじみも毎回出てくる、まあ、主人公の、友達ポジションみたいな、矢部明夫ってやつがいるんですよ。そいつがね、声ついてたんですよね。CV がついてたんですよ。しかもね、調べてないんですけど、多分大谷育英なんですよね。そのピカチュウとか、チョッパーとか、あそこら辺の声で、お、矢部、矢部に声ついてるって思って、懐かしいなと。しかも、懐かしいなって言ってもね、今までね、声はついてなかったから、おぉ、とうとう声がついたかって思って、私ね、パワープロはね、9と11しかやったことないんですけど、結構、思い出のゲームというか、結構、好きだったんですよね。なんだろうな、育成ゲームって言えばいいんですかね。育成ゲームをすること自体が初めてで、あれ、プロ野球選手をね、高校3年間育て上げて、プロ野球選手になるのが、なんかゴールみたいな、そういうね、そういう育成ゲームみたいなモードがあるんで、それをまあずっとやってたんですけど、時代だよね。矢部明夫に声がついてるよ。っていうことでね、懐かしいなって思って、で、パワープロ、9とか11とか、あそこら辺になってからって、オープニングがつくようになったんですよ、ゲームに。で、それのオープニングを久しぶりに見ようと思って、パワープロ11のオープニングを見たんですよね。私、あの曲すごい好きで、プライドっていう、曲なんですけど、あの PV を見たとき、ちょっと泣いちゃったんですよね。感動してなのかな？なんか昔を思い出して、うわぁ、これすげぇ聴いたな、俺すげぇ好きだったなって思って。でね、うるっと来たんですよ。いろいろ思い出して。でね、私ね、結構ね、泣き虫なんですよ。いじめられるとか、そういうやつの泣き虫じゃなくって、要は感動シーンなんですよ。すぐ、感動するとね、すぐ泣いちゃうんですよ。私ね、一番昔、というかね、初めて感動して泣いたのは今でも覚えてて、モンスターズインクっていう映画があったんじゃないですか。あれの最後のシーンで泣いたんですよね。で、私その頃ね、まだまだね、クソガキだったので、泣くっていうのは、怖くて泣くか、悲しくて泣くぐらいしか体験がなかったわけですよ。怒られて泣くとか、あとは悔しくて泣くとか、そういうジャンルの泣きにしか遭遇したことがなくって、でね、モンスターズインク、確かね、映画館で見たんですよ。最後のね、サリーが社長になって、で、自分のね、その、仕事道具の裏に、ブーっていうね、女の子の扉のかけらをね、いつもつけて仕事をしてるところに、その相棒のマイクがね、ブーの扉をね、シュレッダーにかけられちゃったんだけど、それをね、一パーツずつで戻して、で、あとはそのサリーが持ってる、かけらをつければもうまたブーに会えるよみたいなシーンで、で、ブーに再会したんでしたっけ？覚えてないですけど、そこでね、うるっと来て、うわって思って、で、泣いてたんですよ。感動で泣くのがそこが初めての体験でしたね。なんか俺泣いてんだけど、みたいな。これが、感動という気持ちみたいな、初めての、感情に戸惑うロボットみたいな感じになったんですけど、私ね、感動シーンなんですよね。で、結構ね、今までもね、感動的なものに出会うとね、泣いてきたんですよ。それの次かな、次に覚えてるのが、
あのね、私、あのね、茨城県に昔住んでて、で、あのね、土浦市っていう市がね、あの、市の花が桜なんですよ。で、あの、いつだったか中学生ぐらいの時だったのかな？あの、桜をテーマにした、あの、なんだろう、絵画展というか、画廊みたいな、そういうイベントをやってて、で、そこに、あの、荒木裕彦、あの、ジョジョの奇妙な冒険ですね。あれのね、あの、原画というかね、絵がね、展示されるっていうのを聞いて、あの、行ったんですよ。あの、電車乗ってね。電車だったかな？チャリだったかな？あ、チャリで1時間くらいかかるんですけど。そこで、あの、なんだっけな、何巻か忘れちゃったんですけど、あの、ジョルノ・ジョバーナが、あの、まあ、ピンク色の、あの、服で、で、背景水色で、で、なんかちょっとポーズをとってて、で、そこになんか花びら、ピンクの花びらが散ってるみたいな、確かね、単行本の表紙だったと思うんですけど、あの、あれの原画を見た時にね、泣いたんですよ。絵を見て泣くのは初めてでしたね、そこで。あの、本当に感動しちゃって、あの、なんだろうね、あの、だってその単行本の表紙なんか何回も見てるわけですよ。もう、あの、表紙なんてもう見飽きたぜ、みたいな。そんな感じに読んでたんですけど、あの、生の絵ってすごいねってそこで初めて気づいたんですよ。なんか、印刷物じゃなくて、塗ってあるんですよ、手で。そこのパワーってすごいなって思って、あ、絵画ってこういう、なんだろうね、気持ちよさというか、そういうパワーがあるんだなって思いましたもん。あの、よく、なんだったっけな、なんかこの言い回しって確か単行、なんか原作にありましたよね。その、絵画を描く人、後世に、あの、名を残した絵画を描いた人っていうのは、自分の魂を、あの、絵に込めるスタンド使いだ、みたいな、なんかそういう、なんか言い回しがあったかどうか覚えてないんですけど、なんか本当にそれだなって思いましたもん。これ荒木裕彦スタンド使いじゃん。吸血鬼でスタンド使いじゃん、みたいな。ほぼディオじゃん、みたいな。あの、そんなことをね、あの、今でも覚えてますね。もうね、10年以上前なんですけど。でね、あとね、あの、ギャン泣きしたというとね、もう絶対もう一生忘れないですね。あの、お台場に、あの、ガンダムユニコーン、ガンダムユニコーンじゃない、ユニコーンガンダムだね。ユニコーンガンダムの1分の1の、あの、像が立ってるじゃないですか、今。それをね、確かね、何年前かな ?2 年ぐらい前かな、あの、2017年か、3年ぐらい前か。あの、東京モーターショーの帰りに見に行ったんですよ。でね、私ね、まあ、その前段として、その、お台場に1分の1のガンダムがいたじゃないですか。まあ、あれでもね、あの、むっちゃ感動して、もう涙ボロボロ流しながら見てたんですけど、あの、まあ、それの経験があったからで、友達3人ぐらいと行ったんですよ。なんで、あの、俺多分、号泣するけど、ドン引きすんなよ、みたいなことをね、笑い話で言ってたんですけど、あの、むちゃくちゃ、もうボロボロに泣きましたね。あの、なんて言えばいいんでしょうね。あの、現実とフィクションが混ざり合うっていうところがね、私ね、好きなんですよ。ね、ゲームで言うとね、あの、君と彼女と彼女の恋ってゲームがあるんですけど、あれすごい好きで、あれ、まあ、いわゆるね、恋愛ゲームなんですけど、あの、ね、まあ、主人公は、まあ、あの、恋愛ゲームって、まあ、主人公がいて、で、主人公を、まあ、選択肢とか選んで、じゃあ、この女の子をね、あの、攻略しようみたいな感じでやるんですけど、そのね、攻略対象の女の子は、その主人公じゃなくて、そのプレイヤーである私のことを好きなんです、みたいなことを言い始める、ちょっとやべえゲームなんですよ。あれすげえ好きなんですよね。あの、選択肢ごときでコロコロ感情を変える主人、なんか、操り人形よりあなたが好きなんて、めちゃくちゃビビりましたからね。何これってなって。あの、まあ、あの、ね、ここまでネタバレしちゃったんでね、あの、あの、おすすめと言うべきかどうかわからないんですけど、すげえ面白かったですね。あの、とか、あのね、ガンダムブレイカーだったかな。ガンダムブレイカー2だったかな。ガンダムブレイカー2もね、あのね、エンディングがね、そんな感じだったんですよ。あの、現実とフィクションが混ざり合うみたいな、そんなエンディングで、私そういうのが好きなんですけど、まあ、そういうのって大体、フィクションが現実に侵食してくるっていう風なパターンなんですけど、その、1分の1ガンダムとか1分の1ユニコーンガンダムって、現実に、フィクションが侵食してくるみたいな、あの、全く逆のアプローチなんですけど、いやね、あれもね、すげえ心動かされましたね。
だってさ、私、あの青春のガンダムなんですよ、ガンダムユニコーンが。私ね、7年間ね、高等専門学校ってとこにいたんですけど、私がね、入学するときにガンダムユニコーンが始まって、私が卒業する年にガンダムユニコーンが終わったんですよね。なんで本当にね、私のね、青春なんですよ。入った時に始まったのかな ?2 年の時だったかな、まあ忘れちゃったんですけど、そのね、だってユニコーンがさ、1分の1で立っててさ、デストロイモードになるわけですよ。で、あれってなんか、何時になると、その後ろに PV 流しながら、ユニコーンガンダムがデストロイモードになりますよ、みたいな、そういうイベントもあって、で、それのね、動画とかも撮ってたんですけど、あまりにも私が泣いてて、おえつがめちゃくちゃ入ってて、だ誰にも見せらんねえ動画になってるんですよね。アップロードしたら多分みんな爆笑すると思うんですけど、ねえ、そういう動画がね、まだね、私の iPhone に入ってますね。本当にね、なんだろう、物を作る、物作りに関わってる人間としても、なんかガンダム好き好きおじさんとしてもね、あれ、本当になんか日本に生まれてよかったなって、本当に思いますね。ああいうことが現実に起こりうるんだっていうので、なんだろうね、未来を感じまして、可能性を感じましたよね。いや、今度はガンダム動かすって言ってるじゃないですか。いや、あれもね、私がね、死ぬまでにね、ガンダムが1分の1で動いてくれれば、もう、これ以上嬉しいことはないですよ。今んとこね。ねえ、ねえ、こうね、ついね、ガンダムの話になっちゃったんですけど、私ね、ガンダムすごい好きなんですよ。すごい好きっていうのもね、なんかちょっとね、ね、先輩ガンダムおじさんたちに怒られそうなんですけど、ガンダムはね、私ね、中学生ぐらいなんですよね、初めてガンダムに触れたのって。多分、ね、そんなにね、なんだろうね、遅いというか、あんまり早くない感じはするんですよね。実際私小学生の時にガンダムシードやってたんですよ。でも一切見なくって。で、私ね、ゲーセンによく行ってたんですけど、三国志大戦っていうね、ゲームをやりに行ってたんですけど、ある日ね、戦場の絆っていうゲームがあったんですよね。なんて言えばいいんでしょうね。なんか、2.5 メートルかけ 2.5 メートルの中の、なんか、丸っこい、それこそあれですよ、ポケモンボールみたいなところに人が入って、で、そこにコックピットがあるわけですよ。で、ボトムじゃねえやん。ペダルがついてて、まだガンダムでよく見るさ、そのレバーがあるわけですよ。まあ、当時はね、ガンダム見てなかったから知らんかったけど、それで、ね、全天集モニターみたいなやつで、ね、ガンダムの FPS みたいなのがあったんですけど、それでね、初めてガンダムに触れたんですよね。なんで、初めて作ったガンプラって、私、旧作のスナイパーカスタムとかだったんですよ。なんかね、我ながらね、ちょっとね、マイオナーだよねって思うんですけど、旧作のスナイパーカスタムって戦場の絆が確か初だったので、あの時って確か、ハーモニーオブガンダムっていう、なんか、なんだろうね、ガンダム補完計画みたいな、そういうなんか量産機のバリエーション機、量産機でもねえな、バリエーション機がいろいろ出てきた、時代だったんですよね。それこそその旧作のスナイパーカスタムとか、あとは PS3 でそのガンダムのターゲットインサイトっていうゲームが出てたんですけど、確かね、あれがね、ジムストライカーが多分初めて出たメディアなんですよね。あれかね、戦場の絆がどっちだったかなっていう感じなんですけど、あとは、あれですね、GP02 の MLRS 装備、ミサイルロケットランチャーシステム装備のやつ。あれもね、戦場の絆が初だったので、なんかね、ようわからんバリエーション機がよく出てたんですよ。なんかね、そんな時にやってたんで、やっぱマイオナーをこじらせるみたいな、そんなね、感じだったんですけど。まあ、そんなわけで、ね、まあね、いろいろね、ガンダムに触れてね、まあ、なんやかんやでね、まだ見てない作品なんていっぱいあるんですけど、まあ、私はね、まあ、ユニコーンがね、多分ね、作品としては多分一番好きなんだなって思いますね。思い出込みでね。そういう、何の作品が好きだっていうのは、その個人の思い出に大きくよりますから、その作品の出来とかそういうの以前にね。
まあ私はね、ユニコーンのね、あの、エピソード4、重力の井戸の底で、あれ多分100回以上見てるので、で、多分100回ぐらい泣いてるんで、あの回はね、もう、俺多分一番見たガンダムですよね。まああの、好きなモビルスーツは、まあ、まあ、ズダとかなんですけど、ズダとかね、あのケルディブとかね、あそこら辺なんですけど、ヒルドルブまではいかないかな、みたいな。RK も見た目好きだけどね、みたいな。RK に乗ってる人も好きだけどね、みたいな。ダブルオーもね、結構世代なので、ダブルオーもね、なんやかんやで、ね、あの、全部楽しく見れたので。まあね、そういう意味ではね、なんか、私はね、その、例えばね、ガンダムって、まあそういう、なんだろうね、自分の立場を公表すること自体が、ね、ややリスクじゃないですか。あんまり今まで言ってこなかったんですけど、まあなぜかというと、その、ガンダムにはね、その、一年戦争至上主義みたいな人がいるわけですよ。あの、ガンダムは、その、ファーストガンダムが思考他は認めん、みたいな、ね。あの、そういうおじさんたちがたくさんいるのと、あとは、宇宙世紀至上主義みたいなね。あの、UC 以外のガンダムはガンダムじゃねえ、みたいな。そういう人たちもいるし、で、かというと、私、シードしか見たことないです、みたいな、あの、ね、ファーストよりシードの方がよっぽど面白いでしょ、みたいな、フリーダムより、ガンダムよりフリーダムの方がよっぽど強いでしょ、みたいな、そういうなんか中学生みたいなやつもいるし、あのね、まあ、あの、いろいろいるんですよね。その、コンテンツって大きければ大きくなるほど、そのね、あの、いろんな派閥というか、いろんな主義というか、いろんな楽しみ方ができるので、別に私はね、そういう人たちを全然否定する気はないんですけど、なんかね、あのね、めんどくさいことになりがちなんですよ、ガンダムって。なんか熟成されてきたコンテンツなのか、あの、腐りに腐ったコンテンツなのかわかんないんですけど、そういうのでね、あんまりね、言ってこなかったんですけど、なんでね、まあ、何の気なしにね、まあ、この動画見る人って結構少ないので、まあ、こういうところで言っちゃってもいいのかなって思って。まあね、あのね、最近はね、あのガンダムの配信とか、フルブースの配信とかなぜかやってるので、まあ暇だったら見に来てくださいって感じですね。まあ、あのね、あの、ガンダムのフルブースとはね、フルアーマーダブルゼータ使ってるんですけど、私はね、ダブルゼータをほとんど見たことがないですね。あの、多分3話ぐらいしか見たことないです。じゃあそんなわけで、まあだいぶ喋ったので、これぐらいにしとこうと思います。以上になります。ありがとうございました。